はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日は久しぶりに自作のラーメンを動画撮影していこうと思います。早速なんですけど、今日作るラーメンを発表したいと思います。今日作るラーメンはですね、僕の大好きな中本さんで出されている蒙古タンメン、これを僕なりにアレンジした、まあ、ラーメンを作っていこうかなと思っております。僕もね、中本さんが大好きでして、何回も食べてはいるんですけれども、なかなかね、ちょっとこれを作るのってかなり難しいと思うんですよ。完全再現っていうのはちょっとね、僕の力量ではできないと思うので、ラスカルなりのアレンジを加えたラーメンを本日は作っていこうと思います。本日のですね、スープに使う動物系の素材、具材なんですが、こちらを用意させていただきました。基本ベースはね、鶏を中心に作っていこうと思うんですけれども、まずはこちら、親鶏のガラと親鶏の丸鶏で、こっちが若鶏の丸鶏に、鶏だけだとちょっとね、バランスが弱くなってしまうので、ここに豚の背ガラを用意いたしました。今回使用する骨やお肉系はこんなもんでございます。早速ね、これを使って調理していきたいと思います。ひとまずね、これ寸胴の方に先ほど説明した具材を入れていく前に、まあ、結構ね、こういった冷凍の食材、血合いがついてますんで、水洗いをしてね、その血合いを流しながら寸胴の方に入れていきたいと思います。まず洗っていく食材はこちらの背ガラでございますね。よいしょ。続いてはこちらの親鶏の丸鶏ですね。まあ軽くでいいでしょう、これも。で、続いてこの冷凍丸鶏と、おい、 OK。 続いてこちらのガラですね。まあ普通にこう生活してるとさ、こういう鶏ガラって見る機会はないと思うんだけど、これガラはこんな感じでございますね。まあね、こちらのガラはあんまりね、お肉はついておりません。骨がメインとなっております。で、このお肉たちなんですけれども、チンタンというか、すごくね、繊細なラーメンを作るときは、親鶏も若鶏もそうだし、もちろんね、骨だけもそうなんですけど、適正のね、炊き時間だったり温度も全く違うので、そういったね、ラーメンを作るときは僕もね、入れるタイミングだったりとか温度を分けたりするんですけど、でも本日はいいんです。がっつりとね、男らしくもう全部まとめて炊いていきましょう。ごめんなさい、先ほどね、動物系の素材は全部紹介したつもりだったんだけど、一個忘れてたものがありまして、鶏のもみじでございます。これもしっかりと油も出ますし、乳化の手助けもしてくれるんですよ。これも今回は1キロ入れていきましょう。ドンと。そしたらこちらの具材を入れた寸胴ちゃんにお水を浸るまで入れていきたいと思います。はい、こんなもんかな。まあ、本日はね、こんな感じで火に入れていきたいと思います。よいしょ。えいっと、はい。寸胴がね、沸くまでは強火で炊いて、まあ、そこからね、ちょっと香味野菜とかも入れて、中火に落として炊き込んでいきたいと思います。そしたらね、この沸くまでの間、沸いてアクを取ってから入れる予定の、まあ、草緑のね、野菜をちょっと切っていきましょう。生姜と、まあ、ネギの青い部分でございます。で、ちょっとこれ香味野菜だけ先に説明して切ろうかなと思ったんだけど、今回入れていく野菜全部先に切っちゃうか。このお野菜たちはさっきの臭み取り用の野菜とは別に、さすがにね、ちょっと炊き時間をずらして入れていこうと思うんですが、今回ね、スープの香味野菜として入れるお野菜たちが、まずこちらですね、キャベツと人参ちゃん、ニンニクちゃんでございます。こういったお野菜たちは甘みだったりとか、スープのコク、あとは旨味の厚みなんかもすごく出してくれるので、今回はね、この野菜たちを使ってスープにね、この深みを持たせていこうと思います。これで下準備は OK かな。でだ、さすがにまだまだスープ沸かないんで、この空き時間を使ってこちら、今日もね、キッチンドランカーになっていこうと思います。それでは皆さん、乾杯と。うまいんだけどさ、うまいんだけど、今現在10時26分、お昼にもなっておりません。
まあね、こっから先は長いですから、ちょっとね、これを飲んで気合い入れて頑張りましょう。ああ、うまい。で、今ね、これ沸くのが待っている間に、先にね、ちょっと今回使うタレというか、味噌をね、仕込んでいきたいと思います。今回ね、味噌に使う食材はこれだけでございます。ひとまず、こちら合わせ味噌というか、赤味噌といいますか、全部入れていきたいと思います。よいしょ。ここに入れていきますのが、こちらの白味噌ですね。全部、ドバッと。あ、いいね。たら、続いて、こちら、仙台味噌でございます。よいしょ。そしたら、ここに、まず入れていきますのが、コチュジャンでございますね。続いて、こちら、甜麺醤でございます。で、ここにね、まあ、これだけではなくて、先ほど用意いたしました。こちらね、ニンニクちゃんを入れていきたいんですけど、このまんま粒でもちろん入れるわけではなくて、いやいや、この子でね、もう粉々にして、ここに入れていきたいと思います。はい。はい。はい。盛り付ける時のね、その野菜の具材たちにも、ニンニクを入れるから、このね、味噌ダレに入れるのはこれぐらいにしときましょう。あー、いい感じだね。今回のニンニク、こんな感じに細かくさせていただきましたので、よいしょ。そしたらね、こちらの味噌をすべて混ぜていきたいと思います。こんな感じで、味噌ダレ完成いたしました。よし。ということで、スープの方がね、だいぶブクブクと、まあ、茹だってきました。まあ、このあたりでね、だいぶアクも浮いてきましたんで、せっかく出てきた、これ、チー油なんかも、これ、避けつつ、アクだけを取っていきましょう。まあ、ひとまず、アク取りはこんな感じでいいかな。今回は、ある程度ね、スープを乳化させたいので、これね、混ぜていく工程が結構大事で、これね、スープ自体に、この空気を含ませながら回すと、油とね、この水分が乳化してくれてっていうことなんですよ。だから、まあ、焦げ防止もあるんだけど、まあ、それ以上にね、こう、しっかりとスープを乳化させるために、今回はこれ、スープいろいろと回していきたいと思います。ちょっとこれ画面越しで伝わるかな。これ鶏の脂もプクプクと湧いてきまして、黄色くなってきましたよ。この色味がたまんないよね。そしたらこれアク抜き作業もあらかた終わりましたんで、先ほど切りましたこちら生姜とネギの青い部分も臭み取りでね、このスープに入れていきましょう。はい。で、今回のスープは沸いてから約全体で4時間ちょっと想定しております。まあ4時間ぐらいだったらね、お休みの日とかギリ再現できるでしょ。ひとまずこれ1時間半ほど炊いてから、先ほどね、用意しましたお野菜たちを入れていきたいと思います。ということで、ただいまね、無事、こちらのスープ沸いてから1時間半経ちました。ここにね、先ほど準備いたしました野菜たちを入れていきたいと思います。先ほど切りましたこちら、人参、キャベツ、ニンニクですね。で、この水が減った分、ちょっとね、追加でお水を入れていきたいと思うんですけど、ただのお水を入れるわけではなくて、昨晩からね、冷蔵庫の方でつけて準備しておきました。昆布と鰹節の粗削り、一晩ね、水出ししたお水を、こちら減った分にね、追加していきたいと思います。もうこんな感じでね、まあ水出しでもしっかり黄金色の出汁出ますから、ここにね、この出汁を入れていきましょう。まあやっぱりね、これ動物系だけだとかなりスープにもこの尖った部分ができちゃうので、ここでね、昆布とカツオを入れて甘みやまろみを出しつつ、この、ね、一体感のあるスープを目指していきたいと思います。で、一応ね、このスープもまた沸いてから2時間ほど火入れしていきたいと思います。これ2時間炊いた後、楽しみですね。はい、今これ120分、2時間ですね。炊き終わりました。2時間炊いたスープはこんな感じに仕上がっております。
さすがにね、ちょっと親鳥のでっかい丸鳥に関してはこんな感じで多分ね、まだね全然出汁取れるんだよね。ちょっともったいないんだけど、だいぶ具材も溶けてきましたし、ちょっとねこれ以上炊くと、さっきね追加したあの昆布水とかの出汁の香りとかも完全に逃げちゃうんで、今日はね、まあ、この辺りでスープこしていきたいと思います。ということで、本日のスープはね、こちらで完成でございます。このスープなんですけれども、この後一旦しっかりと冷やしまして、1日寝かせてね、まあ、動物系のちょっと尖った部分とかの味をまろやかにして、明日ね、ちょっと食べていきたいと思います。ということで、動画ではね一瞬だと思うんですが、翌日になりました。たださすがにねちょっと早い時間なんで、撮影をしながらちょっとトッピング系を準備する気力がなくてですね、回さずに本日ね使うトッピングの準備をさせていただきました。本日ね、トッピングに用意した具材たちはこちらでございます。で今ねもう12時過ぎなんですけど、夫婦揃ってねお昼まだ食べておりません。なので、撮影用のね自分のでっかいのを作る前に、まずはねうちの奥様のラーメンを先に作っていこうと思います。そしたらまずは具材とかね炒める前に、先にね中本さんといえばの麻婆餡を作っていきたいと思います。これね昨日作りましたスープをちょっとこれざっとこれねスープをちょっと入れまして、ここに木綿豆腐とでだ、ここにねあの真っ赤な麻婆餡を作るための唐辛子入れていきたいと思います。でそしたらこれ一旦火止めまして、仕上げとしてこの水溶き片栗粉を入れてしっかりとね、餡にしていきたいと思います。ちょっとね、僕、普段ね、北極しか食べないから、どれだけね、この麻婆餡に粘度があったかっていうのは、そんな覚えてないんだけど、どうでしょう？こんなもんかな？そしたら、この麻婆餡は完成と。続きましては、こちら、中華鍋を使って、スープ作っていきたいと思います。で、まずこちら、火にかけまして、まず、えい。お肉ね、こんな感じでしっかりと炒めましたら、ここに、ピーマンと人参で、キャベツとキクラゲに、最後にこちらのもやしと、で、ここに昨日作ったこちらの味噌のタレを入れてきます。はい。で、ある程度これ、野菜がね、しんなりしてきましたんで、ここにスープを入れていきたいと思います。今回スープは 400cc ですね。うい。まあ、このね、炒めたお野菜にスープを入れてね、この野菜たちの出汁をこのスープに移してこそ、タンメンですから。いや、これね、しっかりちょっと火入れしていきましょうか。もうね、めちゃめちゃうまそうな匂いしてるんですよ。これね、今スープ作ってる間に麺をね、茹でていきたいと思うんですが、今回はこちらですね。中本さんね、持ち帰り麺やってまして、これ、ね、実際にお店で販売してる店舗の麺をね、購入させていただきました。よっ、おい。ということで、今ね、もう麺茹で上がりますんで、早速ね、これトッピングしていきましょう。そしたら、まずは、こちらね、茹で上がった麺を投入させていただきまして、で、この上にスープと具材を乗せますと。はいはい。そしたら、用意しましたこちらの麻婆餡ですね。うわ。うまそう。で、最後にこれ、用意しましたチャーシューたちですね。ほうれん草と、最後ネギもトッピングして、相変わらず僕の盛り付けのセンスのなさが光っておりますが、ラスカル風蒙古タンメン、完成でございます。まずはね、これをうちの妻に食べていただこうと思います。どう、スープ？おいしい、おいしい。おいしい、いただきました。中本さんっぽさはある？味噌が濃い。ああ、味噌が濃いめ？上がってきませんな。上がんないように具材がありすぎて。怖くて上げられないですな。あ、来たね。その麺だ。ああ、いいね。中本さん、うん、辛いね。中本さんより辛い。で、これ今食べてみて、全体的に何点？85。85？ まあまあ高得点ですね。はい、
ということで、今回作ったね、中本さん風の蒙古タンメンですが、うちのね、妻から85点をいただきました。いや、もうね、この時点で満足なんだけど。続いてね、僕のラーメンも作っていこうと思うんですが、ちょっとね、この工程数も多くて、このね、デカ盛りを作るときに撮影しながらやると、まあ間に合わないのかなっていう感じなので、申し訳ないんですが、調理シーンはちょっと置いときまして、次のシーンは、私のお部屋で、実食シーンでございます。ということで、ただいまね、料理作り終わりまして、部屋の方へ移ってまいりました。皆さんね、急に画面案件っぽくなったでしょう。皆さんね、忘れていたと思うんですけれども、この動画はプロモーションを含むですから、先にね、ご紹介させていただきますと、今回ね、これ画面に見えております。こちら、2種の商品ですね。東和乾物株式会社さんという会社さんからお声掛け、今回はいただきまして、味変の調味料を作らせていただきました。で、こちらの商品がブラックペッパーの効いた黒と旨辛の赤ってことなんで、今回ね、せっかくこの旨辛な一杯作りましたんで、まあ、このね、旨辛の赤だったりをいろいろとね、味変として使いながら食べていこうと思います。それでは、早速ね、いただきます。と、まずこれ、ちょっとスープから。うわぁ。試作の段階で味見はしたんですけど、まだね、ちゃんとした完成品食べてないんで、いただきます。ああ、うまいね。うん。またちょっとね、本家の中本さんとは若干違いますけど、でもね、しっかりとこの鶏の旨味とか、野菜の出汁感、これがね、しっかりと染みてて、めちゃめちゃうまいですね。ああ、ちょっとね、自画自賛になっちゃうけど、これは完成度高いよ。うま。ちょっとこれ麺いっちゃいますか。ちょっと麺いただきます。うん、うまー。やっぱりね、中本さんの麺使ってますから、そりゃうまいっすよ。うん、あー、うまっ。うん、もうね、この大好きな味が今家で味わえてるって思うと、めちゃめちゃ嬉しくてしょうがないんだよね。まあ、過去ね、自分で作ったラーメン何作品もあるんだけど、今ね、一番テンション上がってるかもしれない。ちょっとね、これ我慢できませんので、いつもの行かせていただきます。ああ。このね、結構濃厚な味噌ベースにビールがめちゃめちゃ合うんですよ。ああ。そしたらこれ自作で作りました。麻婆餡もこれスープに溶かしていただきたいと思います。やっぱり基本のスープがね、お店さんとは違うので、まあ、ちょっとね、似てるけど違うなって部分あったんですよ。でもこのね、辛い麻婆餡混ぜると、一気に中本さん感が、こう、ぶち上がってきて。マジでね、本家っぽいよ。そしたらね、この辺りで結構食べ進めましたんで、僕が共同開発させていただきました味変のね、アイテムを使っていきましょう。まあやっぱり先にいただくのが、こちらね、大本命、このラーメンには絶対合う、このね、旨辛の赤を使っていきたいと思います。これがね、唐辛子ベースではあるんですけれども、ね、鰹節だったりとか、いろいろこの出汁系の粉末が入ってるんで、辛いだけじゃなくて、かなりね、旨味がアップするんですよ。いや、僕はね、これうまいの知ってるんで、今ね、この見た目だけでよだれ爆発してます。うん。ああ。うーま。うん。今回のスープはね、ほとんど、まあ、鶏メインで動物がメインのスープなんですけど、このね、味変アイテム、鰹節とかが入ってるんで、この魚介系のうまさがプラスされて、やっぱりね、これはこれでかなり旨味がアップしますね。うん。うまっ。そしたら続いて、こちらの黒もね、味変で使ってみようかなと思います。黒のね、中身はこんな感じでございます。
こちらもね、もちろんブラックペッパーのみだけではなく、旨味の強い食材がたくさん入ってますんで、これ合うと思うな。今回のラーメンに黒ものすごく合うわ。これね、唐辛子の辛みだけじゃなくて、ブラックペッパーの辛みが加わって、これ、ね、後味のさっぱりピリッとした感じが増して、めちゃめちゃ合いますね。うまっ。ちょっとね、夢中になりすぎまして、これ用意してた海苔のトッピングするの忘れてましたわ。ってことで、こちらがね、ラストの一口でございます。はい、ごちそうさまでした。ということでね、ただいま自作で作りました、これ中本さん風のタンメンね、作っていったんですけど、めっちゃうまかったわ。やっぱりうまい。で、今回のね、この美味しかったタンメンに合わせさせていただきました。こちら、2種の調味料ですね。いや、今回ね、このラーメンに使ったんですけど、カツオだったりとか、旨味の強い食材たちがたくさん入っておりまして、誰もが好きであろう、美味しいと思うであろう商品に仕上がっております。今回ね、僕がこれ試した組み合わせで食べたいなと思った方は、今コンビニとかでも中本さんのカップラーメンも売ってるんで、まあ、そちらにね、合わせてもらっても絶対美味しいと思いますし、今回ね、かけさせていただいたラーメンだけではなくて、丼物だったりとか、お肉だったりとか、揚げ物だったりとか、本当に何でもね、こう合うような調味料になってますんで、ぜひね、皆さんこちら購入していただいて、ご家庭のね、料理をまたね、さらにワンランク、ツーランク、美味しさをアップしていただければなと思います。で、こちらの商品なんですけれども、僕のね、今この動画の概要欄の方に購入ページがございますので、ぜひね、気になっていただけましたら、こちらの赤と黒、購入してみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いいたします。じゃあね。